椿だぜ。チカなのよ。今回はゲームをいたしません。区分的には雑談会。前回動画のリザルトは次回に持ち越し、この動画のリザルトも合わせて次回に。2回分の生産とか水着会不可避だろ。椿さんは前回の動画ですでに4ミス確認されており、私も前回の繰り越しがあるのですでに水着会確定なのよ。次回水着会、予定を変更して海に関するゲームでもぶっ込もうかしらね。椿か。はい、それでは2024年度第2四半期報告会を始めます。よろしくお願いいたします。弊社は2024年度の年度目標として登録者数5000人を掲げております。もともとは2500人に設定していたのだが、早々に達成してしまい、前回の報告会で目標を修正することになったのだぜ。いわゆる嬉しい誤算ということで、目標を大幅に引き上げる形となりました。進展状況はどうなっておるのかね。7月4日現在の登録者数は3445人、目標まで1555人となっているわ。残り半年で1500人、やれそうかね。今年の正月の時点で1000人だったチャンネルです。この半年で2500人くらい増えているのよ。これで半年に1500人はきついっすわ。とは言えないでしょう。とはいえ、4月の報告会では2500人達成を報告していた。そこから3ヶ月が経過した今回、プラス1000人に満たないというのも少し不安になる要素ではあるぞ。それに関しては前回ご報告している通り、年末年始に謎のヒット動画の影響で数字を大きく伸ばしたの。年内5000人という目標も数字が落ち着いてきた3月の値をもとに設定しているのよ。はい、つまり3月を基準に伸びているのかどうか、そこが今回のポイントとなる部分ってことです。この勢いで失速していたら今頃地中に潜っているわよ。はい、4月の増加数は316人、5月は251人、6月は301人という数字を記録したわ。5月は目標値すれすれではあるが、月250人というラインは維持できているようだな。はい、250人増加で残り6ヶ月と考えればちょうど1500人増える計算になるわ。お、ちょっと厳しめの目標を設定した割にはちゃんと届きそうで何よりだ。堅調といえば聞こえはいいけど、大きな成長も得られていない、そんな感じの四半期となった印象です。目が湧くは右肩上がり。なんか5000人突破してました。ヘペロリンみたいな展開だと良かったんだけどな。それでは月別の詳細として再生数別の上位動画をご紹介するわ。弊社の人気商品ってことだな。4月度月間 MVP 動画はファイターズヒストリーダイナマイト。微妙にタイムリーな話題。再生数は3667回、大ヒットとはいかないものの、登録者数超えの再生数はヒットと呼べる数字なのよ。逆に登録者数の半数を下回る再生回数だと企画自体が失敗している可能性が高い。2位にはリクエスト企画バーフィージェットがランクイン。再生回数は2990回、こちらも4月の基準ならヒットよ。なんとなく指している部分ではあるが、格ゲーの動画は比較的回る印象だな。そして3位に急浮上してきたのがシャイニングフォースの総集編。これ結構古い動画だよな。はい、投稿は昨年の秋、投稿から200日くらい経って急に伸びた謎動画なのよ。こんなこともあるのか。3ヶ月くらい経って急に伸びるってケースはあるみたいだけど、半年以上経過したタイミングで伸びるのは謎ね。こんな感じに過去の動画がムクムク伸びてくれればチャンネル運営も楽なんだけどな。はい、この謎の勢いは5月になってさらに加速。月間で6469再生を記録。5月のトップを過去動画がかっさら珍事件に。正直この動画が毎日コツコツ回ってるおかげで5月は気持ちが楽ではあったよな。そうね、心にゆとりもできた感じで回らないのは承知で過去企画を復活させたりもしたわね。クイズのやつね。まあ月1企画ということで9月まで頑張るわよ。5月の2位は1期2814再生、3位バッチハイタッツ2514再生となっているわ。大きなヒットは出なかったが総集編に救われた形だな。はい、6月は久々に大きなヒットが出たわ。割と直近の動画じゃないか。はい、6月末の投稿、謎のチェックが終わらない現象に遭遇し公開に手間取った動画ですが1万5000回を超える再生数を記録。今月に入ってもまだ伸びていて2万再生を超えて弊社ヒット動画として歴代2位のポジションにも君臨。ぶっちゃけこの動画一つでチャンネル登録者数が109人増えています。このヒットがなければ今回の報告会がおつやムードになっていたところよ。地獄に仏ってやつだな。格ゲーを崇めるべきか PC エンジンを崇めるべきか。 PC エンジン版の一つには肯定的な意見も多く寄せられていたわね。6月がヤバかった要因の一つは差別。動画内容、ゲーム内容ともに何の問題もありません。本作はファンも多いタイトルですので気合い入れていたのですが、動画内でも述べている通り
海外の著作権詐欺団体に絡まれており、異議申し立てを申請しましたが、今現在の収益が吹っ飛んでおります。この対応でライブ気力ゲージを奪われた感じだな。6月28日のショート動画で聖剣伝説を出題する際に BGM としてサラスリーのものを使用しているのだけど、案の定こちらにも海外から加熱されたわ。ショート動画に関しては権利関係の処理は YouTube 側が管理しているので問題はないが、それで詐欺団体にチャリンチャリンと小銭が入ってると思うと腹も立つな。はい、一つ動画からの流入で再生数が伸びたリアルマージャンが2位に浮上。そっち行っちゃうか。3834再生を記録、動画としての総再生数も1万超えの動画となったわ。残念ながらこの脱衣マージャンは収益剥がされてるんだわ。エッチーのは良くないと思います。3位に入賞したのはソニックブラストマンツー、2656再生。半数再生は超えてるが、結構ギリギリの合格点じゃないか。6月は上半期の最終月でもあるので、気合い入れていきたかったのだけど、結果的にはズタズタなの。推定収益も観測史上最低を記録する見通し。佐賀の動画、まるっと吹っ飛んでるのが痛いよな。ということで、佐賀3の動画は無期限で延期です。今月なんか調子ええやん。って感じのタイミングがあれば月末にぶっ込むわ。異議申し立ての結果が出るのも7月の中旬だ。その結果も鑑みて今後のことを考えるのだぜ。はい、7月から9月、第3四半期の活動方針について。まだ届いてないけど、アケポンに投資してるんだ。そこをうまく活用しないとな。はい、念願のプレステ4で使えるアケポンなのよ。アケアカやカプコンアーケードスタジアム方面を積極的にこすっていくわよ。過去にも何度か触れているが、パッドで遊ぶのがきついのは避けていたからな。基本的にはレトロゲームチャンネルではありますが、ガンブレの新作は個人的に遊びたいので、多少触れると思われます。遊びたいなら仕方がない。こちらは第4四半期になりますが、ママサガ2とドラクエ3のリメイクも興味深いわね。ドマサガも思い出深い。でもやるならミンサガからじゃねえかな。はい、こんな感じに予定は未定みたいなところがありますが、2024年も残り半分を切ったのよ。頑張って走り抜けるわよ。年末には当チャンネルも2周年だ。そのタイミングで目標達成としゃれ込みたいな。試作品ではありますが、椿さんのダンスを掲載しておきます。まだまだ荒井が可能性は感じる。すごいな AI。 はい、本来ならボツになった AI イラストの供養なども考えておりましたが、最近は必要な分だけ生成して霊感知のものだけ保存してるので、余剰のイラストが全くありません。無課金なので生成するスタミナに限りがあるのだぜ。支払いがドル建てなので円安の影響をダイレクトに感じた瞬間だわ。はい、ということで第二四半期を一言で言い表すと、え、唐突にレビューの締めみたいなコメント要求しないで。 A からやれ。第2四半期は堅調に推移しております。それじゃダメなんだよな。次回大きく飛躍と言えるよう頑張るのだぜ。報告会は以上です。はい、ということで第2四半期の振り返り。四半期という区分でもあり、上半期という半年の区切りでもあるのよ。もう半年経過したのか。早いよな。ショート動画を毎日投稿し始めたのも昨年の夏なのよ。あのクイズ企画ももうすぐ1年か。お盆が怖い、お盆が怖い。ゲームでてねんだわ。